みなさん、こんにちは。トリプルアートの野口修と高橋美希と野口さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今日は野口修のスイーツ紹介第8弾です。8弾、もう8か。早いということで、今日はちょっとおまんじゅうにしたかったんですけども、はい、なくて、あ、売ってなかった、売ってなかったんで、今日は大福に、大福です、買ってきました。大福に買ってきました。イエーイ。はい、ちょっと違うやついかがですか。はい、先にお値段を、先にね、忘れないうちにね、商品紹介を。そして、まずミキさんのが140円。はい、140円。これね、プルプル食感桃餅にくい。はい、140円です。僕のは151円。うん、これは発芽、発芽玄米大福。すごい、発芽してるんだ。発芽なんだ。そして最後のがなんか213円。そう、213円のちょっと高い、クリーム&ホイップのチョコバナナクレープです。イエーイ。今日は3つともちゃんとセブンイレブン商品でね、セブンイレブン商品、はい、お届けしておりますね。ということで、はい、早速食べていきたいと思いますが、ね、開けるという、開けるというイベント、ミッションがある。ミッションが出せるね。頑張っていきたいと思います。頑張ろう。僕が頑張るの2人、まず開けといてもらって、わかりました。じゃあ開けさせていただきます。プルプル食感、桃餅。どんなの入ってる？桃ってことなのかな？どこから開けるの？太陽かな？じゃあ、しゅうくんが開けてる間に、先週、来週はさやかはいませんって、しゅうくん言ってましたけど、今日もちゃんと来てくれました。すみません。いませんって断言してましたけど。あ、いた？まだ。ごめん、喋っちゃったからね。頑張れ！お！頑張れ！桃餅結構つるってしてます。かわいい感じ。でもこれ冷やして食べたりしたら美味しそうですね。開いたかな？頑張れ！ちなみにさやから双子の、しゅうくんの双子のお姉ちゃんです。先週見てない方はぜひよろしくお願いします。ここ、開いてる。えいや、おお、開いたー。開きました。出てきました。どうぞ。今日はね、和菓子が食べたかったそうです。はい、売ってなかったんで。これも和菓子だよ、大丈夫だよ。おすすめって書いてあるでしょうか。あー、やった。よし、じゃあ、いただきましょうか。これ粉が、あー、後でちゃんと拭きます。粉が、誰からいきます？ミキさんから。じゃあ私からいきますね。桃餅いきたいと思います。あ、すごい、結構くず餅系のプルプルした感じです。いただきます。うん、鼻息で飛んじゃった。すごい柔らかい。めちゃめちゃ、何？ソフトです。思ったよりくず餅系でした。おいしい。桃、うん、ちゃんと桃、おいしい。さあ僕行きますか。僕行きましょう。これね、食べるとき気をつけてください。鼻息で粉が出ますよ。どうでしょう。お、大きい特徴きました。おいしそう。どうですか。優しい。めっちゃいい笑顔。どうですか。厚側どう。あ、あんこ入ってますね。あんこ入ってますね。入ってますか。あの、ふわふわしてて甘くて美味しいです。おお、そうなんだ。なんかね、玄米だからの、なんていうのね、おはぎみたいな感じだね。食べてないからわかんないけど。そして、すでに粉が、すでに粉がね、確かに粉だらけにはなるよね。わかるわかる。よし、じゃあ、はい、私はちょっと
王じゃないんですけど、うん、クレープいただきます。うん、どうでしょう。うん、すごいクリームいっぱい。おお、確かにモリモリモリな感じ。ちょっとまだバナナが出てこないので、そうだね、また後で。また後で。どうですか。あ、すごい柔らかい、これ美味しい。なんかこの桃餅はね、桃のクリーム以外にもね、なんかピューレみたいなのが入ってます。うん、なんかゼリーなんだろう、濃いめの箇所もございます。嬉しい、夏にいいです。あ、バナナ出てきた。結構丸ごと入ってます。うーん、さすが200円超え。僕もあんこが出てきましたね。え、なに、ヒュー君は和菓子が好きなの？実はあの、実はお餅、あの、和菓子は好きなんですけど、うんうん、お餅が あのあんまり好きじゃなくて。あー、そっかそっか。っていうのは、ちょっとあんま噛めない。確かにね、噛み切るの大変だからね。だけどこの、うん、大福系は、うん、いけます。いけます。いけますね。よかったよかった。玄米大福はいけましたね。玄米大福は。柔らかめってことかな。素晴らしい。今日は、はい。おまんじゅうではなく大福のね。はい。おまんじゅうだったらね。ちょっと最近ちょっと今回8回目じゃないですか。そうですね。だからこう、今まではもう思いついてきて、うん、あのいつも買ってきて紹介してるんですけど、何にしようって、ね、うん、最近もう本当になんか思いつくものがなくなって、うん、もうね、だいぶやってたからね。OK OK、うん、じゃあまた今度あれだよね、行ってみて、あ、これがいいなみたいなね、風になってくる。そう、ね、そんな感じ。はい、ってことで今日は締めたいと思います。はい、ということで、トリバナハート野口修と高橋美希と野口さやかでした。またねー、バイバーイ。